はい、おはようございます。おはようございます。この木、以前は私が針金かけた木なんですけど、もともと川崎先生が持ってた木なんですね。それを私が針金をかけて一回ちょっと作った木なんですけど、はい、それを模して、川崎さんが動画でこれ作りました、ね、これを作りました、うん、こっから約2年ぐらい、いやそれはそんな経ってない、1年ぐらい、1年ぐらい経った木です、うん、今回ちょっとですね、この真柏の樹勢の話とか、はい、まあ要はハスカシをしていきたいなっていうふうに思うんですけど、うん、そういう動画にしたいなっていうふうに思います。はい、はい、呼ばれてるね。よろしくお願いします。はい、いってらっしゃい、はい。まあ、やっていきたいと思うんですけども、この動画の時にも多分先生言ってたかなと思いますし、これに似たものを作ろうっていう動画もう一本あるんですね、はい、その時に私言ったんですけど、こういうような本当の大圏外とか圏外の木っていうのは下枝がだんだん弱くなってくるんですよ。樹勢の供給でいうとやっぱり上の方が多く栄養を取れるので、下の方がだん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 弱くなってきちゃうっていうのがありますから、うん、上の方の葉っぱをハスカシを結構きつくやってあげないとこっちの下枝が枯れてきちゃうんですよ、はい、なのでまずはその作業をやってあげるっていうのを第一にやっていきたいと思います。今下元気ないじゃないですか、はい、このままだと下の方枯れちゃうのかな、上を減らさないとと思いますね。だん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 もうすぐにってことはないと思いますけど、うん、まあ徐々に徐々に樹勢は落ちていきますね。この辺の下枝はとりあえず動なんだろういじらないでいいと思います。上の方と明らかに違うじゃないです か、うん、だからこういうのはやっぱり押さえてあげないといけないですよね。でハスカシなんですけど、基本的にいつもやる方法を紹介します。まあ、いろんな動画でも言ってるんですけど、ちょっと違う奇襲心拍になっちゃってるんですけど、こっちが枝元になりますよね、はい、こっちが枝先になっていて、この枝元の方に生えてるようなちょっと紐っぱというか軸がまだ茶色になりきってないところを取ってあげると、だん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 間が空いてきます。そうすると風通しが良くなって、うん、日光が中に入っていく、まあ、これがハスカシですね。で大体なんとなく玉ころをいくつか作るみたいな感じでやるといいと思うんで、はい、例えば今ここ1個なりましたけど、うん、これもちょっとまだ大きいのかなと思います。こういう玉を何本も枝で作っていくと針金かけの時にもやりやすいですし、風通しも良くなります。もともとハスカシのやる理由っていうのは吹きやすくするためとか、まあそうですね、中から短いのを吹きやすくするっていうのももちろんあります。ほうほう。ただせっかく出たのになんで取っちゃうのっていう人もいるんですけど、はい、この先に1個枝にしたい芽っていうのが後々また出てきます。それを利用するっていうパターンと、あとはもう入ってた場合それだけ1個残すっていうパターンがあります。だから枝にしたいとこだけ残して、そう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 、残してあとはもう全部取っちゃう、じゃないと本当に必要なのが枯れてきちゃうんですよ。なのでそれを残した状態でハスカシをするっていうのが、まあ、いわゆるセオリーという感じですね、うん、であとは、枝を作るときにこの下に生えてるような葉っぱを取ってあげると全部上向きになるので、うん、木が力強く見えてきます。なるほど、はい、ただ真柏の場合だと、まあ、本当の山木の老木以外は結構胴吹きしやすいんですよ、うん、なのでまずは樹勢のコントロールのためにハスカシをして必要なところに栄養を送ってあげるっていうのを最優先してあげるのがいいんじゃないかなと思いますね、うん、で例えば普通の模様木で、うん、頭が強くて差し枝弱いとかだったら、うん、頭を強く、落としてあげないと下枝がやっぱりだん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 弱ってきちゃうかもしれないですね。弱いところを復活させるにはやっぱりバランスを整えてあげないといけないんですよ。なので強いところはどうしてもやっぱり落として調整してあげるのが重要かもしれないですね、はいはい、ですのでこいつらもやってあげます。この枝もですね、はい、軸が茶色の葉っぱと緑の葉っぱがあります、うん、はい、それの緑の葉っぱを取ってあげると茶色の軸のところがより強くなってくるので、こう緑の軸の方を取ってあげる。そうするとこっちの茶色の方が元気になってくると、うん、そう、こういうところも
ちょっと重なりすぎだなと思ったら間の緑の軸を取ったり間引いてあげると本来欲しいところの枝が枯れずに元気に育つっていう感じですね、うん、こうあってここに茶色いのがありますよね、はい、ここ、うん、こいつを元気にさせたいんですけどこの辺がまあちょっとこんもりしちゃって風通しが悪くなってるんでこの間の緑の葉っぱみたいのを取ってあげるとよりこいつらが元気になってくるって感じですね。結構細かい作業、そうですね、そういうのをやってあげると、まあ、より小さい盆栽は本当に細かい作業ですけどね、大きい盆栽になるともっと、その大きさに合わせて落とす枝ってまた変わってくるんですけど、このぐらいちっちゃいんだとこれぐらいやってあげると間違いないと思います。なるほど、はい、でしかもさっき言ったように下枝の方が弱いから上はどん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 落とさないといけないんですよ、うんうん、その関係で言うとやっぱこれぐらいやってあげた方がいいんじゃないかなと思います、はい、どの辺までこの辺までやる、だいたいそうですね、まあ、この辺ぐらいじゃない、うんうん、裏は裏でちょっとねこういう感じで弱っぽいところもたまにあるので、はい、上単純に上下っていう意味だけじゃなくて強いところ弱いところを判断してやってあげるといいと思います、うん、恥ずかし、はい、終わりましたね。だいぶ最初と比べて、うん、薄くなったというか葉の量は少なくなったんじゃないかと思います、うん、だから下までなんとなく均等な葉っぱの量になったんじゃないかなというふうに思うので、ちょっと針金かけてみますか。針金かけますか、はい、若干なんでしょう、針金かけて温めてあげることによって、うん、下枝とかもより元気になってくるんですよ。はい、やっぱり下に下がってるだけだとどうしても元気になりにくいんですよね。上ちょっとでも上に上げてあげることによって、まあ、太陽に近づくこともできるし熱を持って、元気になるんですよ。なのでちょっとだらーっとしてるところはかけてあげようかなというふうに思います、はい、ちょっとこの辺はそのままにしてるかな、うんね、ちょっと下だけグッと差し枝みたいな感じでやってあげようと思います、はい、これ元気になりましたね。ね、ちょっと元気すぎる気もする。これが、まあ、新しい持ち主のところに行って、うん、その間も僕と一緒にハスカシとかを行ってきたので、だいぶ思惑通りの受精の乗り方になってきたという感じですね。下枝こんなに確かに子守りなかったじゃないですか最初、うん。だからこんだけ元気になってきたからすごい嬉しいですね。うん、でも。やっぱ同じように今年も頭を押さえてあげないといけないんで、うん、ちょっと時間が余ったらちょっとこっちもやってみようかなと、はいはい、葉っぱを上に向けるっていうのが目的、まあそのだらっとしてるところですね。あとは全体直下型みたいになってるんで、はい、若干ば全体こう横に起こせるような、こういうのはここからまた伸びてるんですけど、もう正直いらないかなと思って切っちゃいました。それより大事な方に栄養を使ってあげた方がいいかもしれない。ちょっと気になってこの辺とかもやっちゃいました。でだいぶ上向いたのでここから元気になってくるのかなというふうに思います、うん、でかえって上の方はこのままにしていても、また元気になってくるので経過を待ちながらですかね、今回はこれをちょっと植え替えも兼ねた動画にしたいなと思っているので、はい、県外鉢に植えていこうかなというふうに思うんですが、今2種類ですね。芝勝ですね、はい、また2のやつね、芝勝さんの鉢が2つ、はい、僕持ってるので、まあちょっと高さで言うとこっちの方が高いで、大きさもこっちの方がちっちゃいんかな、うん、まあ入んないかなこれだと。だいぶパンパンだったような気がするんですよ。これどうでしたっけ、分かんない、動画的にちょっと開けてみて、はい、はい、どちらかに入れていこうと思います。これって最初からこうだった、先生が植えた、植えたんだと思う、多分心拍玉になってたんじゃないかな先生のこと。ああ、
もう怖い。似合うね。調理師目指してました、ね、調理師目指してたからか。おお、根っこすごい。根っこすごいって言ってもだいぶ雑草ですね。ほぼ雑草これ。本当だ。茶色いのが心拍、白いのは雑草って言ってる。でも結構ありそうですね、うん、どうぞ。本社一級ストアで実際販売中、はい、メカ希望、うん、ね。ハスカシっていうのは結構今の時期やってあげないといけない作業で、多分どうしても中の方がこの厚さとか湿度によって蒸れてくるんですよ。なるほど。なのでやっぱり今の時期からでも間に合いますので、うん、やってあげるとやってあげないのでは全然心拍の成長とか形が変わってくると思います。どの木でもこのぐらいの時期にやるのかな。まあそうですね。雑木だと葉刈りとか。そうですね。夏の暑い日に葉っぱが茂ってると中の方が蒸れてどんどん、懐の芽が枯れていっちゃうので別化してあげるっていうのは重要ですよね。当初も一緒かな。当初は中の方にどんどん出てるので、それをかき出して、新芽を詰めてっていう作業をやってあげないといけないですね。なるほど。特に今結構遠野にかかるっていうんですけど、はい、植え替え直後だったりとか、まあ、今年植え替えした心拍とか葉の量が多いような、心拍とかだと中の方の葉っぱが黄色くなってくるんですよ、はい、でこれ大丈夫かなって思う初心者の方は結構多いと思うんですけど、うん、これは完全に木の生理現象みたいなもんで、こういう時期に必要とないと感じたところをだんだん落としていくんですけど、うん、ただ、蒸れすぎているとそれが何でしょう、それがありすぎると蒸れちゃうんですよね。なのでそれも落としてあげながら、若い葉っぱも落としてあげるとだんだん中の方まで日が当たるようになってくるので、まあ、トヤにかかっていたらもう一緒にハスカシしちゃった方がいいかもしれないですね。本当はトヤが来る前にやった方がいい。本当はそうですね。冬場からやってあげるのが一番なんですけど、それが忘れちゃったって方は今からでも十分やってあげた方が、全然この夏を迎える前にやってあげた方がいい作業ですね。全然根っこなかった。なかったですね。ちょっとちっちゃい方か、まあ、これ切りますけど、全然ちっちゃい。もっとちっちゃい鉢でもいいのか。うん、これからまた培養しないといけないような木なので、うん、これぐらいに入れいいんじゃないですかね。はい。ああ、ちょっと起こす。真下も行ってた。この鉢がでかいから、真ん中に植えようとすると、こっちが上がりすぎちゃって。もうちょいちっちゃいのしますか？ちっちゃいのあります。ないかも。でももっとだいぶちっちゃくなっちゃう。水やりとかも含めて、そうか、これでやって、また形ができたタイミングでちっちゃいの入れてあげれば。でもこれを将来的にこれにするってことは、うん、ちょっと大きくした方がいいんですよね。まあそうです。だから今の段階は大きめに入れて培養してという感じでいいんじゃないですかね。なるほど。6月はなんかないんですか、イベントは。9月は本当にないかもしれない。ないんだ。目立って、今までですと作品展やってたんですよ。はいはいはい。それの準備でバタバタしてたんですけど、今年は6月じゃない、作品展をね今年11月でしょ。それまだいいんじゃないそんな、そうか、かしこまって言わなくて。作品展やることになったんですよ。はい。で場所ももう決まって、うん、今までよりかは皆さんに行きやすい、うん、行きやすい場所でできるんじゃないかなと思うので、うん、はい、11月楽しみに。9月にフェスやりますよね、多分ね。分かんない、多分やる、うん、めちゃくちゃ忙しいんですよ。でもえ、なんでもう今から忙しいの。あれ9月、9月、それはまだ言わなく方がいいのか。まあリリースがね、6月頭っすわ。そうですか。そこもお楽しみですね、はい、うん、柴勝さん
初めて会ったんですけど、うん、いい感じの人でした。あら、うん、どんな感じでした？なんか気持ちいい気持ちいい感じの、これはあれですよね、これ針金取らないの？これ、うん、取っちゃうか、うん、何も役に立ってないでしょ。赤玉に、気流を入れたやつです。これ普通になってきて何も説明しない。7、3ぐらい、7、3ぐらいです。7、3ぐらいです。赤玉7、骨切りで切れるのね。そんな切れるんだこれ。はい、できました。はい。じゃ水やりましょう。茶色い水が透明になるまで。うん、植え替え直後はやってあげるといいですね。はい、まあ最低3回ぐらいやったほうがいいですよね。うん、水はけいいっすね。洗い土でやったんで OK。 はい、うん、あのさ、なんか生き物いるよね。オタマジャクシみたいなのいるよ。メダカか。ほんとだ。なにこれ、キモ。オタマジャクシじゃない、これ。卵から帰ってるってことはさ、すごくないこれ、この量。希少。すっごい量いるよ、本当に。1000、いや1000とかのレベルじゃないかもしれない。オタマジャクシ？オタマジャクシ。何ガエルかによるね。アマガエルだったら別にいいね。うるさいっすよ。うるさいか。先生、はい、できました。県外の、心拍のハスカシと、うん、若干の針金掛けと植え替えをしました。しやした。しやした。この作業に関しては今の時期、だいたい夏に向けた時期にやってあげるといい作業で、やってあげるのとやってあげないのでだいぶ秋口の針金掛けとかにも影響してきますので、やっぱり夏ってやることがあんまないんですよ。はい、水やりが多いけど、まあ、こう針金掛けギュイってできるわけでもないし、植え替えもしないし、そうっていう時にこうハスカシってこう細かい作業をやってあげることによって、秋冬の針金掛けに向けて勢いをつけることができるので、うん、やってあげた方がいい作業かなというふうに思います。はい、はい、ハスカシの作業は元気のないところにも元気を生かせる、そうっていうところと、火星の投資よくしたりとか、そうですね、いろいろいい効果がある作業になりますので、ぜひやってあげてください。はい、はい、やってあげてくださいっていう作業ですね。やってみてくださいっていうか、うん、やってあげてくださいっていうような作業になります。はい、はい、この動画が この動画がいいなと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お客さんいるとちょっと声ちっちゃくなってありがとうございます。はい、おまけ、はい、はい、さっきの、ハスカシの続きで、大きい木でもこういうような枝の分かれ目から生えたような紐っぽい葉っぱとか、下に行ってしまっているような葉っぱとかを取ってあげて、まあこういう玉ころをいっぱい作るといいかなというふうに思うので、うん、そういうのを全体にやってあげると必
要なところに必要な栄養が行くっていうような作業ですね。割と下枝に栄養を生かしたいので、上の方は思い切ってやっちゃっていい木なんですよ、これは。うんうん、こういう感じで。はい。っていうのを全部やってあげます。はい。はい。シャリだよな。これも先生の。シャリがこの木をよくやっぱ見せて、心拍はシャリですもんね。うん、あとだいぶ苦労したんだなとは見えますよね、この木の動きからすると。すごいもんな。なんとなく、なんとかこう短くするしようと思ったとか、うん、この辺見ると分かる。くるくるになってたりとか、この木もいつかそうなりますよ、ね。でこれ先生言ってたのはもう、うちの駐車場に転がってたってね、誰もやらないような木で、いや作っていけばってことだよね。そう。でもだいぶ太くしてからやったってことだよね、こんだけあるってこと。うん、だから本当耐えたね。本当放置されてたし、あれなんじゃないですか。よし、あれもまだ時間かかってんじゃないですかっていう感じです。はい、はい、皆さんも大見解、大見解面白いのでやってみてください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。